引くほど持ってたでしょ。あのね、やっぱり街は歩けないですよ。いやそういうさんくさい話に喜んで飛びついてしまったっていう。土日はもう部屋から一切出れないんで、もう懲罰の場合にはずーっと正面向いてあぐらかいてずーっと座ってる。聖人の子、今日はアルダ周辺であの人とトーク。見て見て、あの人見て、あの人もうやっぱすごいな、オーラがありますね。オーラがあれ、犯罪者やで。誰も寄りついてないですよ。手振って。いやでも、ああいうなんかサービス精神的ななんかスターやね。はい。じゃあ、行きましょうか。行きましょう。おお。いや、ほんまね。俺が小学校5年生の時にはもう芸能界でデビューしてはるから、多分。はい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 。ちょっといろいろ聞きたいよ、だから。うわ、男前いますね。男前やから、男前やね、やっぱすごいな。ね。おどうもどうも、はじめまして。はじめましてですよね、ねレイさん。いやいや、オーラがやっぱすごい。いや、オーラというか、このいやらしさが全開ですよ。いやいやいや、でも、はい、そんないやらしさじゃなくて、そのいや完全にオーラでしたよ。本当ですか。ほんで、あの子、今日初めてお会いしますけど、はい、噂には聞いてたんですよ。あの世間の、見てる人、はいの評判はすこぶる悪いけど。ほんまですか。大太郎めちゃくちゃええ人やね。ほんまですか。いやいや、もうその噂は聞いてるんです。あのね、はい、結構毒舌の誠司さんにそれ言われると、うん、真に受けますよね。いやいやいや、ほんまに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 、だって悪口聞いたことないもん。嬉しい。俺今日も誠司さん、これだけで俺 OK ですわ。お疲れ様でした。いやいやいや、でもさっきからちょいちょい変な感想喋ってやめてこれ。なんそれ変だよ。じゃあ俺は、ほんまですか。誠司さん今回お仕事これさせていただくことになって、はい、いや俺ビビるわけですよ。やっぱ誠司さん、何を言うの。誠司さんって、例えば相手が例えば浜田に、はい、浜田さんにせよ、はいはい、まっちゃん、松本さんにせよ、はい、多分対等でいつでも口利くじゃないですか、はいはい、あんた何言うてんねんと、はい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 、ということは俺はかまされても、はい、この怖いキャラには反発できないから、思いっきりこき下ろされるんだろうなと思ってたんで、呼ばれた瞬間に。そんなことないですか。とんでもないです。ちょっとあの、こう懐かしのアルタ。懐かしのアルタ。ビル、これ変わってないですよね。いやいや、これ全く変わってない。ただ入り口がちょっと変わりましたけど、はい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 、自分らはここに3年間、いいとも青年隊で、初代ですから。初代ですよね。あの時って、おいくつですか、デビューは。自分19、20歳です。20歳。いや俺は小学校の時にはもう芸能界入ったって入ってました。大先輩、はい、いやいやもう先輩ですけど、今の地位はもう私は塀の中の懲りない面々を経験して。まあまあそうですね。ただの犯罪者ですもんね。犯罪者今日あれですか、もし警察官に職質されても大丈夫ですか。はい、何も持ってない。いや大丈夫ですね。うん、はい、分かりました。あのここアルタいつも朝10時入りなんですよ。はい、アルタスタジオが一番上にあって、はい、あれ裏口からですよね。あのね、僕らは裏口から入るんです。まだまだペーペーなんで、はい、ただタモリさんはこの正面に車ドーンとワンボックスがついて、はいはい、ここからもうドーンと歩いてって、はい、メインのエレベーターから入ってくる、はいはい、あの、あっちがちょっと行きましょうよ。はい、行きましょうか。あっちが、あの裏口の、はいはいはい、俺今日ね、誠司さん、はい、赤いトゥクトゥクで、あ、ピンクのトゥクトゥクで来ると思ったんですけどトゥクトゥク対談じゃなかったんですね。今日はトゥクトゥクじゃないです、はい、自分らは、はい、こう、いいとも終わった後、はい、あの1時にきっかり終わるわけですよ。そうですよね。僕ら3人組だったんです、いいとも青年隊、はい、あ、もちろんです。あ、でそうか、若い子はもしかしたらね、野々村誠、はい、野々村誠さんと久保田敦さん、はいはい、さんと、あの私です、ね、原さんと3人であの踊ってはった。そうです、そうでした。それ終わった後、必ず真ん中のあっちゃんは今マンション久保田ってパチプロやってるんです。そうですよね。そうなんです。彼に連れられて俺らもう、そうですね、週5出てる、まあ週3ぐらいはパチンコに連れて行かれてました。一時終わりで、終わりで、もうパチンコ行くぞって言われて、これがね、裏口、うん、ここ裏口見て。そうです、これ裏口ですわ。ここにね、花が、あのタモリさんが、そうあのテレフォンショッキングとかで読む時の花、そうなんかここになんかあのその週に出てる人の追っかけみたいな人がバーッとおったりとかする感じでした。うん、いいともと徹子の部屋ね。徹子の部屋、これだけはどっちも出れて本当に良かった。確かに。俺ね、徹子さんにはちょっと申し訳ないんですけど、はい、ちょっと怖い。いや違うんですよ。俺徹子の部屋に3回目の収録が終わって、はい、1週間後に突然逮捕されて
いやちゃうちゃうね。いやいや、その逮捕に突然はないか。いやいや、絶対警察も芸能人で間違いはあってはいけないので、はい、絶対周り固めて、うん、内定でちゃんと調べて逮捕やから。半年1年調べるんですよ。そうでしょ。俺も言われました。突然じゃないもん。俺も言われました。お前な、1年内定入っとったんや。いや、1年の内定ってまあまあの重罪です。いや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 、めちゃ重罪にされたっすよ。まあまあまあ、だって反省がないというのは怒られるかもしれないけど、もちろん反省はあります、はい、そういううさんくさい話に喜んで飛びついてしまったっていう、そこなんですわ。もうそれそこなんです。確かに。ほんで芸能人やから、うん、警察もちょっとあのテレビとかで報道されるから、うんうん、張り切るでしょ、うん、警察もね。そう、実刑で1回目で何年ですか、実刑。数年入りましたでしょ。長いわ。え、正直何年ですか。えっ、ぐわきついやん。俺もほんまに何年入る。皆さん、昭和の時代、うん、反社同士が殺し合いした場合、それでも4年でした。それを上回る5年、詐欺で5年。それはなぜかっていうと、はい、否認してるからですよ。あ、やってないって言うてるから。もちろん。だから、あの、徹底して。なるほど。だから一審が無罪だったんですよ。はいはいはい、はい、2年半の裁判で、はい、一審が完全な無罪ですから、はい、そこに対して自分はずっとそれを主張してたからね。なるほど。そうか。そうなんです。だから検察側にしたら赤っ端なんや、うん、そう。もし立件できなければ刑務所の中って、うん、例えば今日なんて、はい、こんな寒いじゃないですか。全然平気でしょ、刑務所の中で。あれやから。いや、俺今日結構厚着してますよ、沖縄から来てるんで。そうか、そうか。俺ね、花粉症がきつくて、はい、まあ、寒さよりも花粉の方がしんどいぐらいですけど、寒さは意外に、はい、もう中の寒さ比べたら、はい、これはもう、そうですよね。全然全然。いや、そんなの幸せ。番号で呼ばれへんしね。バカさんって呼ばれるもんね。番号名前出す。言って、178番。178番。178番。はい。178番。T シャツ作れられ。T シャツ178という T シャツ。面白いわ。あ、そうそうそう。あの、お見立て市とかやってはったでしょ。自分お見立て市。お見立て市、お見立て屋さん。あの、俺、いやいや、今でもやってます。あ、そうですか。俺ジュエリーの、その自分でブランドデザインして、はい、自分のブランド持ってて、全国のその展示会とかそういうとこに、はい、呼んでいただいて行くわけですよ。はい。はい、それね、うん、僕の友達の宝石屋に来てはるんですよ。お、ほんまですか。はい。その人曰く。うんうん、宝石売らしたら3本の指に入る。悩んであるやん、うん、こっちがいいかな、うん、あのでこの形がいいかなとか悩んではったら、うんうんうん、どっちもいいよ、これ買っちゃいなよって言うたら、うん、顔張るんやって。そう、やっぱり、いや、人生は1回なんですよ。人生1回でこれを悩ま、このレベルを悩んでる人って、うん、やっぱこのレベルは全然いけるんですよ。いやいやいや、本当に本当に。カメラに向かってこその時の殺し文句、どっちがいいかしら。いや、早川さん、これね、いやいや、誠司さん、これ悩むぐらいだったら両方言っときましょうよ。あなたの人生にとってこれは絶対に後悔にはならない。いやいやいや、買わなくてもまたお願いしますという気持ちですよ。そうすると次につながります。でも、うん、その二十歳そこそこで、うん、いいとも青年座で出会って、うん、言うたって週5で確実にテレビ3年間出続けたわけじゃないですか。ずっとですね。ね、うん、じゃあもう当時なんてテレビ出てるっていうだけで、うん、むちゃくちゃモテるじゃないですか。それでまたいいとも出て踊ってるからもう、うん、引くほどモテたでしょ。あのね、やっぱり街は歩けないですよ。今はなんか YouTuber だったりとか、はい、あの、例えばインスタグラマーだったりとかね、はい、いろいろなんかジャンルが分かれて、はい、どこが芸能界でどこまでが芸能界じゃないのかって、はいはいはい、隔たりがそんなないじゃないですか。ないないないです。だから意外になんか普通っぽいですけど、あの頃の芸能界ってやっぱすごかったんで、距離が。いや、だから街歩けないし、はい、でもみんなに言われるのは、まあ、なんていうのかな、いくらでも行ったでしょうぐらいに言われる。はいはいはい。俺なんて女性もね、目があったら妊娠するぐらいに言われましたから。はいはい。だけど意外にそこはずーっと、例えばいいとも青年隊だったタモリさん、はいはい、プロダクションの人とか、はい、フジテレビの方たちにも厳しく言われるんで、はい、絶対にファンのことの一線は超えるな、絶対あかんどって言われるんですよ。でもかなり言われるっす。でも、うん、全然信じられへん。だからこれと一緒なんですわ。あの、全然信じられへん。いやいやいや、
成果ね。信じれる？いやいや多分信じれる。ちょっと待ってよ。そんなさ、フジテレビの人に言われたぐらいで、ちゃ男が抑えられるわけない。夜な夜なちょっとね、はい、友達に誘われた遊びに行ったりとか、はい、あの頃はディスコですわ。ディスコね。クラブっていうけど、はいはい、ディスコ行ってちょっとね、はい、VIP ルームにすぐ通されるわけですよ。はいはいはい。これ VIP ルームに通されてもこっちは VIP ルームに行きたくないわけですわ。フロアでみんなと交わっていたい。なるほどなるほど。ところが入った瞬間に、はいはい、あどうもどうもどうも奥へどうぞってビップルームに通されて、はい、ガラスの向こうになんかもう、はいはいはい、あの檻に入った虎みたいなもんですよね。なるほどなるほど。表に出たいのに、はあはあ、だから意外に線をもう最初から引かれるんで、はい、なかなか行けないです。意外にだから俺意外にその恋愛事情で雑誌に週刊誌に書かれたことはあるけど、はい、そこで浮気したとか、はい、いっぱい遊んどるみたいなことは書かれたことがないですよ、はあはあ、あんまり意外と、はあ、なるほど。だからそうでもまあないという。僕今急に思い出した、はい、何でも言ってくださいよ。全く関係ないんだけど街のイベントで、うん、征夷大将軍言うて、そうですよ、時代劇来て、やってました。馬乗ったでしょ。乗ってました。あの仕事で僕も同じ仕事やってるんですよ、うん、俺としずちゃんと。おう、だからその時、ね、歴史をこう遡るじゃないですか、はいはいはい、ほんならかつてこんな人来てはったんやと思ったら、うんうん、そこに俺いたでしょ、ね、でもそこだけ、うん、あのメインやのに、うん、めっちゃちっちゃい写真になってましたよ。なんでやろ、ね、だから突然ほら170何番があったから、まあまあまあ突然178番があったからね。まあ呼んだこと後悔されたんですよ。結構いい仕事とか例えばやってきてても、はい、例えば声優の仕事とかめちゃくちゃそう、アラジあれもう即下ろされましたからね。あ今違うんですか。いや今は違います。今はもちろん、まあ、以前のやつはまだずっと残ってますけど。あそうですよね、はいはい、だけどもすぐねああいうやっぱりいい仕事っていうのは、そおっしゃったように178番のおかげで全て変わります。もう何もかも変わります。178番 T シャツ作ろうか。じゃあこちらあの概要欄に貼ってますんで、178番 T シャツあのこれがあのここゴールらしいですから、ええ、これね鳥の市の、はい、花園で、いやー面白い。詐欺とかにこう巻き込まれるのは、はい、やっぱり若い時に、うん、仕事ばっかりしてあんまり社会との接点もなかったし、はい、そうですよ。そういう世間知らずな部分もあるんですよね。芸能界の人って、はい、意外にそういう人多いと思いますよ。世間知らず、はい、多いかもしれないです。俺もだからそう多いと思います。俺は本当に、まあ、うまい話じゃないけど、はい、うわすごいこんないい話ほんまにいいんですかぐらいの感じだったから、はいはい、くしくも今、まあ、この時間帯、うん、TKO、はい、木下じゃん。だから彼かわいそうに、記者会見してますよね。お今リアルタイムまさにしてるんですけど、どうなったっすか。いやだから彼も、うん、一緒でしょ。同じ感じだと思うんですよ。俺だから彼のそのまあ、事件って言ったら失礼だけど、はい、僕はすこぶる評判のいい人だから、はい、彼がそうなんですよ。いや周りに聞いたっすよ俺すぐ。共通点めっちゃ多いから、うん、いやいい人やでって、うん、そんな人をそんな風にかもるような男じゃないって、はい、みんな言いよる、はいはい、だから俺もああ自分と一緒やわ絶対いい話、まあその話を持ってきた人も悪い人ではないと思います、はいはいはい、乗ってしまったんですよ、はい、俺もそれはそう思いますわ。まあだから、うん、彼も同じように芳賀、うん、さんと同じように、うん、はめられたというか世間知らずでハマってしまったというか、うん、そういうね、うん、部分があるんじゃなかろうかと、うん、確かに。ほんますごい懐かしいわここ来るの。あえ超久しぶりですわ。ここ何がここでお参りをしはったんですか。まあ、鳥の市とか行ったりとかちらっと来たっていうあの撮影に、撮影によく使いましたね。あそうですか。なんかここはいはい、ここで雑誌の写真撮りに来たりとか、結構そう今の子知らんやろけども、そのアイドル雑誌みたいなのがたくさんありましたもんね、うん、ありましたわ。あとあのこれほんまにあの、うん、刑務所の飯ってまずいんですか。いやうまいですよ。うまいんですか。みんなそう言うんですよ、臭い飯って言うでしょ、はい、ところが栄養管理だから、例えば糖尿病気にしなきゃいけない人とか、はあ、ちょっと高血圧の人とか、はあ、そういった人みんな体改善するっていう。そう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 、塩分糖分控えめ、はあ、控えめ、はあ、まあ悪く言うとこの味ないわって言うけど、はあ、3日で慣れるんですよこの味が当たり前になるから。しかも朝もう6時40分に起きてすぐにパッと部屋の掃除してすぐに朝ごはんが出てきて、朝ごはんも、まあ、粗末っていうか
丼一杯のお米に、はい、ふりかけとか、はい、どんぶり一杯のお米に納豆とか、はい、あ今日納豆やとか、はいはい、そんなもんなんだ朝は。普通に味噌汁、はいはい、朝はそれだけ、はい、で昼は昼でちゃんとしたご飯がもうどんぶりにジョンおいっていうのにご飯が一個にそのおかず一個、はい、してもう一品例えば漬物だとか一品がつくわけです。大体3品なんですけど、これお昼食べて、はい、夜も同じですわ。それで3品なんです大体。それでいて満足にいくお腹いっぱい食べれないんです。ところが人間の体って腹八分じゃないけど、はいはい、今の現代のものを皆さんにも言いたいけど、ダイエットしてる人間に、うん、腹八分食べたらダイエットなんか絶対できんし、食べる時間もそうです。大体腹五分ぐらいゆっくり食べる、はい、それでいて寝る、まあ、7時、うん、まあ、寝る3時間4時間前には食べない、はい、これが中にいると確実にやらされるわけですわ。晩飯が5時だから。確かに確かに。で寝るのが9時消灯なんですよね、はいはいはい、9時までの間4時間5時間空くんですよ。ということで胃袋空っぽにして寝るから、まあ朝起きた時は朝ごはんが美味しい。それでいて毎日作業がある。で土日は休みなんです。え、休みなんですか？土日休みなんです。だから普通の一般社会と変わんないですよ中で。え、土日で休みって？休みは部屋にずっといて、はい、部屋にテレビがあるんですよ、はい、でテレビがあって土曜日は毎週映画が1本見れます。2時間の映画。これはちょっと古い映画になるけど、あのまあ今最新で今例えば今上映してる映画の半年後ぐらいのものだったら見れます。見れます。毎日夜の7時から9時まで2時間テレビが見れるんです。普通の番組です。もちろん誠司さんも俺お見かけしたし、ね、あだから、はい、結構ね、捕まって出てきた、ね、うん、人とかこの辺ではよく声かけられます、うん、バラエティの人気がすごいんですよね。すごいですね。バラエティ見てる人が多いから、ね、ありがとう言って突然、うん、お前から笑顔もらったわ。ありがとう。何何何何お茶何何って言ってた、あの指なかったりする人がありがとうな楽しかったみたいな、うん、何か失敗すると懲罰っていうの、はいはいはい、罰が与えられるんですよ。それがなかったらチャンネル権がもらえたり、例えば月に1回お菓子が食べれたりーコーラが飲めたり、なんか団地のルールみたいな感じやな。そうなんそうなんそうなん。だから、そういうのがちゃんと中にもルールがあって、結局そういうことができない人間が入ってくるじゃないですか。まあまあそうですね。世間の社会のルールに違反してしまった、はいはいはい、そこで中でやっぱりルールを教え込むわけですわね。当たり前のことは当たり前にできるようになれと。聞いたところによると、うん、中をで食事すると、うん、やっぱ咀嚼音とかがうるさくしたりするから、うん、ありますよ。だからあのめちゃくちゃみんな、うん、ご飯食べるのが上品になって帰ってくると、うん、中でこう咀嚼音を立てないとか、うん、あのガチャガチャしない、うん、落ち着いてご飯を食べるから、みんな入ったら出てきたらお前めっちゃ上品になったなみたいな。例えばね、中で言う人は言うんですわ。おいまあ、うるさいわ食べ方、まあ、ちょっと静かに食べやっていう人は言うんです、はいはい、だそういうのも気にしてやっぱ全て要するにきちんとせんといかんわっていう気持ちになるという、ね、なるほど、まあ、そういう意味でもトータル強制施設というかね、はいはいはい、多分俺はそういうものなんじゃないのかなって。あとはその時間とかそういうもの、はいはい、完全に人間って仕切られるの一番嫌でしょ、はいはいはい、で入ってくると最初に入ってくると必ず周りにおせっかいしてくれる人がいるんですよ。あどうもありました。まあ、まだまだおるどこにでもおるなそんなやつ。あの左から2番目のちょっと厄介なんで、まあ、気をつけてくださいまあまあでもまあまあそんなきついやつじゃないけど、まあまあちょっと礼儀正しくやっといたら、まあ、仲良くなってから大丈夫です。まあまあ気をつけてください。あれ俺は個人部屋だったんです。一人部屋最初から。えやっぱ芸能人なんです。普通は雑居部で芸能人扱いされるんですか？されますされます。あのね表立ってはしないけど、はい、やっぱ部屋とかはもう独居、最初から独居です。あのね自分の場合は、はい、あの風呂に入るのが嫌でしたね。風呂は全員一緒なんです。きついな。毎日入れるんですよ。入れるけど風呂にちゃんと使って入れるのは週2回 あとの5日はあのシャワーだけ、かけ湯とか、かけ湯、そうかけ湯だけとか、夏はシャワーだけとか、はい、土日はもう部屋から一切出れないんで、で運動も1日30分だけ。休みの土日は部屋で午前中15分、はい、チャイムが鳴ってその音楽が鳴ってる間運動できる。で午後も15分で平日仕事の時には工場に行くんです。工場って言うんですけど木工場とか、はい、テーブルとか椅子とかを作る木工場、刑務所でたまにやってますよね。そうですそうです。地域の人溶接工場とか、はいはい、土日は、まあ、部屋でずっといるっていう。でテレビは毎日見れる。ご飯も美味しい。
まあそんな感じです。あれなんか独居房って別に懲罰で入ってるわけじゃないから、横になったりしても全然いいんです。いいんです。懲罰で入ってたらなんか怒られますよ。怒られます ね、はい、もう懲罰の場合にはずっと正面向いてあぐらかいてずっと座ってる。朝のもうご飯食べた後からお昼まで、お昼のご飯30分食べた後からまた夕方の点呼取るまでの4時間5時間ずっと座りっぱなし。すごい。トイレ行く時にはポーチキーを押して、なんやあすいません用便お願いします、よしって言われて用便して、終わったらまた座り。これですよね。何をしてどってもいい。喧嘩とかですよね。喧嘩とか、はい、例えばあの不正運動、運動っていうのは決められた時間外で運動すると不正運動とみなされて、教官が見て、あお前何やってんの、運動今そんな時間じゃないだろ、お前ちょっと来いって言われて、なるほど、もう連れて行かれて、よし懲罰だっていうなるわけです。じゃあ明日のジョーは嘘や。そうです、ね、あれはあのないです。ああいうことはないんや、うん、出所後、うん、一番最初に何しました。タバコ吸う。一番最初俺酒は飲むんですけど、はい、タバコ吸わないんですよ、はいはいはい、で、あのまずは一番最初に沖縄そば食べに行きました、ね。へえ、うん、沖縄そばはもう最高にうまいんですか、うん、めちゃくちゃうまかったですね。ただ中でも沖縄そば食べれるっすけど、一緒に中の飯っていうのは慣れちゃうとうまいんですよ。意外に美味しいです。で慣れちゃうから外出て沖縄そば食べても思ったほどのうわうまいわっていう、まあもちろん美味しいけど、まあまああの意外に出るまではすごいやろうな、うわもう歩けることが出た瞬間うわとか、コンビニに行きたいとか、コンビニ行ける、いやコンビニに行けることがどれだけ幸せか。だから当たり前の生活が誠司さん大事にせんといかんのです。なるほど。だからまあとにかくみんなにもテレビをあのこのチャンネルを見てる人にもね、当たり前の日々の生活を当たり前に思わないで、本当に今日も一日感謝やわ、本当ありがとう神様じゃないけど重さがえぐいなこれ。トータルで減るのが5年だけですか。その後のやつはあれは執行猶予でしたか。一部無罪でしたけど、そこから数ヶ月入りました。あ、なるほどなるほど。数ヶ月だけ。まあ反省生徒、はいはい。無罪だったんですけど。はいはい。いやいやいや。これ多分見てるテレビ関係者の人、ちょっと話聞きたいなと思ってある人、はい、いっぱい。いやいやいや、もう何でも俺明るく喋れるので、はい。本当は今日ね、もっといっぱい聞きたかったんですよ。バイクの話とか。ああ、そんな話誰も聞きたい思ってないから。あ、思ってない。見てる人が。いやいや。わざわざそんな天下の芳賀源氏を来ていただいて。もう最後の、はい、最後の質問でいいやな。芸能界一に1個でかいってほんまですか。いやこれはねよくみんなに言われる。だから俺さっきちょっと言いそびれたんですけど、はい、刑務所の中でも、はい、やっぱり風呂全員一緒なんですよ。はい、一緒独居の人であろうが何であろうが、はいはい、その時にみんな刑務官がいつもの3倍ぐらい増えるんですよ。刑務官大体そこで3人か4人なのに、はい、俺の時に10人ぐらい増えるんですよ、はい、でなんかして一緒に入ってる人間たちもおおでも刑務所中の噂になりました。じゃあ今日は特別にちょっと見せますよ。ダメですか、ぼかしい。じゃあちょっと、まあまあ、チャンス大城の戦ってほしいな。ほんまにポケットモンスターの戦いや。関西代表と沖縄代表と未来決戦。未来決戦結構な人数かな。でも俺それを確認してくれ。俺は61年生きてきてやっぱ友達と風呂行ったり温泉行ったりとか、はい、なんか仲間と一緒にいるじゃないですか。これは自分じゃ分かんないですけど一度も負けたことないって。いや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 。これちょっと吉本代表ってちょっとチャンス大城連れていくぞ。じゃああの、はい、また1月中なんでね、コンサートしてるのは、はいはいはい、初詣というか初詣、ね、しましょうか。今年も二度と捕まらないように、はい、いやいやちょっと今年は今年はっていうかもう二度と会ってはならないことですわ。